皆さんこんにちは、ビギレジェンドソベラです。ビギレジェンド WBC プロテインより新フレーバー登場となります。その名も巻き巻きソフトクリーム風味、飲んでレビューしていきたいと思います。あるようでなかったソフトクリーム風味ですね。一体ね、どのような仕上がりになってるのでしょうか。早速ね、飲んでいきたいと思います。ビールジェンドはね、プロテイン 1kg パックご購入いただきますと、黒のね、大スプーンが付属してまいります。こちらをね、すり切ってパウダー入れていただくことで 30g 計量できて、それをね、水に溶かして飲んでいただくことで、ね、タンパク質がね、しっかり 20g 取れるね、設計になっております。こちらね、そのままお使いください。パッケージのね、裏面の方には150ミリから300ミリのお水に溶かすだけって書いてるんですけど、自分はね、200ミリで溶かすのが好きなんで、いつもだいたい200ミリの水を入れております。味をね、濃く飲みたいっていう方は水を減らしてあげる、味が濃いなと思う方は水の量をちょっと増やしてあげることで薄めることもできます。自分の好み探しながらね、適量のね、水入れてもらえばと思います。自分は 200ミリ がおすすめです。パウダーはもうほんといつものね、パウダーの色と変わらない感じで、ちょっと心なしかしっとりしてるような印象があります。香りはめっちゃバニラ、ホットケーキパウダーっていうんですかねあんな感じの匂いですね。むちゃくちゃ美味しそうな匂いしますね。じゃあちょっと吸い切って入れていきたいと思います。よいしょ、しっかり締めて。綺麗に溶けましたね。すごいですね、泡立ちも玉も全然ありませんね。綺麗に溶けました。溶かすとソフトクリームの香りがしますね。バニラのいい匂いですね。これはむちゃくちゃ美味しそうですね。それではね、ちょっとお先にね、皆さんいただきたいと思います。いただきます。うん、うまい。これはうまいですね。ああ、天にも昇るうまさですね。ソフトクリームってこう、ま、ね、巻き上がってるんですけど、この感じですね。めっちゃバニラの香りが、うん、飲んだ後に残りますね。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。あ、でも後味もソフトクリームを食べた後のあの感じ、ちょっとバニラとミルクの感じが残ってる感じがありますね。見事に再現できているかと思います。なんか今までにまたちょっとないような感じのね、フレーバーかなと思います。バニラの感じがね、しっかりあって、本当ソフトクリームむちゃくちゃ美味しいですね。なんかいろんなね、アレンジの仕方とかもいいんじゃないかなと思いますね。フルーツにね、混ぜてミキサーにかけて飲んだりしたりもしても、ね、美味しいんじゃないかなと思いますしね、いろんなね、使い方がある万能なね、フレーバーなのかなと思います。で、こちらのね、ソフトクリーム風味の栄養成分表示ですね。1食 30g あたり、エネルギーが 120.9kcal、タンパク質が 21.6g、脂質が 2.1g、炭水化物 3.9g、食塩相当量 0.2g、ビタミン C が 48.9mg、ビタミン B6 が 1mg となります。新作のね、巻き巻きソフトクリーム風味、本当にね、ビーレジェンドにね、これまでにないようなフレーバーに、ね、なってるかと思います。バニラの香りがね、口に広がってものすごく美味しいです。全国のソフトクリーム好きの皆さん、ぜひこの機会にお試しください。数量限定フレーバーとなります。なくなり次第終了なのでね、ぜひお早めにチェックしてみてください。こちらのね、動画のね、概要欄の方にね、商品ページに飛ぶね、 URL 貼っておきます。ぜひそちらから飛んでね、チェックしてみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。